スルーしない。どうも、稲田育です。中里春奈です。河野直哉です。山田どっぽです。4人合わせてスルーしない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相変わらず何も揃える気がないやつ。おのおのの主張が激しい。そう、天然の主張ね。はい、最高戦で最近取り入れられたテスト内容が一つあります。なんとそれが一般教養。一般教養、はい、これね、教会さんだと結構前から入ってた項目なんですけれども、最高位戦は俺たちのルール知ってればいいよみたいな感じだったんですけど今の時代そうもいかない。やっぱ基礎的な学力とか、最近のニュースちゃんと見てるのとか、それで人柄とかね、あの世の中についていけてるかなっていうのも含めて。ちゃんと見てるよ、アベマニュースとか、サマージャンウォッチとか、するしないとかね。そう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 、そう、ね、だからね、そこら辺も今回やりたいんですけど、私たちの試験でなかったんですよ。だから私たちもやってみようと思って、まずは。よくその思考になるよね。なんで？あのさ、前回やんだってよくない？そもそもテスト対策の時点でさ、リスクしかないって言ってた。そう。なんかリスクしかない状態で、余計こうなんかこう前のめりにリスクを背負いに行く感じ。え、でも教養あるんでしょ。まずお前があるかって話よ。いや、あるでしょ。え、あるでしょ。ないことないでしょ。え、ちょっと待って、イギリスの首都は、イギリスってさ、長靴のとこだよね。それイタリアだな。そうって言ってた。ダメだ。この時点でもうね、EU、 ちょっと待って、 EU、 あのね、 EU って何。ちょっと気づいてないかもしれないけど、長靴のとこでしょ、そうって言ってた。なんだろう、合ってんの。いやでもイギリスの人は分かるわ、かるわかる。イギリスこういうやつだよ。ピーターパンいるとこでしょ。ピーターパンいるね。わかるわかる。 EU でしょ。 EU は全部人まとめ。 EU だしょって よくそれでやろうと思ったよね。まあどこまで取れるのか、まあ試してみようと、みんなにさ、まあ、素のままの力をね。そうそうそう、私たちをより知ってもらおうっていう。うん、まあやれって言われたらやるけど。なので一人ずつ よろしくお願いします。1問目から分かんないんだけど、どうしたらいいの。内閣って何？分かんない、どうしよう。英語で書けないのどうしたらいいの、これ。英語で書けないの分かんない、答えは分かるの。分かんない。ひらがなありですか？聞いたことないんだけど、これ何、これ、これ何、いつ学ぶのこんなの。物理とかやったことないんだけど、何、物理って何。三国志は好きなんだけど、でも今脳みそに浮かんでるの7国なんだけど、愛子、三国志その後だよね。おぉ、なるほど。いやー、マジでさ、これやばいわ。むずっ。あー、もうね、アメリカ、中国の通信企業の名前が今、シャオミしか出てこなくて、でもシャオミじゃないのは間違いないんですよね。シャオミの次に出てきたら、なんか電通だったよね。ヤムラルイのルイがわかんないですよね。しかもこれ多分北朝鮮のね、最高指導者の名前で、多分お父さんなんですよね、俺書いてるの。キムテヒョンって書いていいですか。くそよろしくお願いします。まずはやっぱテストっていうのは名前を書かなきゃいけない。これ名前忘れてたら0点ですからね、みんな。え、やっぱ超無人だけど。水金地下木土天海水だな。タピオカの原料、これ、え、原料とかあるの。QR コード決済の名前、こんなの新しいな、こんなのダメだろう、出したら。次世代モバイル通信 5G の G は舐められてるな。あっべえ。三角形の内角の和、そもそも内角の和の意味がちょっとよくわかんない、勉強してねえし。そんな、そもそも内角ってなんだろう。うん、何々が呼びに食わすなっていうのは僕が見て東大王には出てたはずなんだよ。いや、これ〇〇じゃなくねえか。あ、それ〇〇〇、ごめんなさい、間違いです。〇〇〇っすよね。〇〇〇です。だとしてもわかんないですけど。It's a drink、 これは飲み物です。 It's white、 これは白です。 It comes from clouds、 ドリンク、飲み物で白い、白い飲み物、これは from、 どっから来たか。 What's this、 これは何。牛乳だな、これも。さすがにこれ牛乳じゃなかったらぶっ壊れてる。天才現れたな、これは。牛乳ちょっと感じかけないからやめとこう。完了でございます。あれ、なんか意外といけそうかも。あお。あお。
たね。あ、ちょっと待って、なんか思ったよりのと違うカタカナを書いたよ。あー、わかんねえ。あー、ダメだ。あー、もうダメ。いや、マジ何点取れたか。俺も自信しかねえ。3点。じゃあまず、名前。名前書いた。書きました。書いた、書いた。書いた、書いた。ひなたあいこです。これ最初、何問ってお伝えしましたっけ。20問。え、実は名前も1問ですね、うん、プラス19問って気づいた人。危なー、気づいた。あれあれあれ、僕はちゃんと言ってましたよね。僕はもうやってる時に言いましたから、それをちゃんと。すごいな、マウント取ってくるタイプの男性嫌い。いやいや、言ったからちゃんと。こういうのいるよね。もう、俺分かってたから。はい、というわけで続いて、じゃあ問題1。はい、算数三角形の内角の和は、トッポさんの答えは、はい、180度。正解です。あ、それで正解なの。あ、かけたな。シンプル、シンプル。いけたな、それ。内角の和って何。いや、でも、インコースってことでしょ。え、そんななんかボートレースみたいな風なの。そうだ、内角だから。いや、しかも内角で、今絶対野球の話やったでしょ。え、どう、なんで急にボ、あ、最近競艇の仕事来たから。ボートレース出たよ、出たよ。やっぱ出ちゃうよね。中田さんは、はい、はい、180度です。正解です。ちゃんとさ、算数の時間に三角形を切ってさ、こうやってくっつけたじゃん。あった、やった、あったよね。やった、昭和だから。時代が違うね。違う、ちょっと時代が違うね。やった、やった、算数になるって。やった記憶ない。やった記憶ないわ。あ、ちゃん、あのね、年齢でマウント取るタイプの女の子もダメだよ。年齢でマウントさほどないのにね。そうだね。同じ昭和なのに。じゃあさ、聞いてみよう。360。多いな。360ないだろ、お前。さすがに。多いでしょ。和でしょ、うん、和。だから和だと思った。内角だから。和って多分、愛ちゃんが言ってるのは円だね。そう、あ、そうよ。三角形どこ行っちゃったの。やっぱさ、だから内角が分かんないから三角形も全部置いてきてる。まあ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 、まあ、初歩的なミスね。うん、分かる分かる。分かるの、うん、次次、はい、え、僕ですか、はい、僕もね、計算いっぱいしたんですけど、ちょっとここ計算式書いてないですけど、45度にしたんですけど、あの、まあ180度って言われて、あー、確かになと思ったんで。45何から来たの。とりあえず45度っぽいじゃん、三角形って。わかる、言いたいこと。分かんねえから。そう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 。え、なんで あそこバカわかんの。いやいや、で、インコースだから。インコース好きだ。内角だから。ここからえ、これこの人と至極の一曲やってんの。いやいやいや、まあ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 。次、国語ですね。はい、国語3つ、ことわざで丸に入る言葉を答えなさい。1問目、丸々を叩いて渡る。これなんとですね、全員正解です。イエーイ。みんなで言おう。せーの、石橋を。石橋を。イエーイ。バシバシ。これだけはね、最高位の人間としてはできないとね、やっぱり。次です。はい。はい、丸々丸は嫁に食わすな。うん、さあ、これ分かりましたでしょうか。じゃあ、トップさんいきましょうか。はい。秋ナス。正解。しかも漢字で書いてますね。すごーい。すごい。これちなみにですね、秋ナスは嫁に食わすなっていうのは、秋のナスって特に水分が多いんですよ。うん、で、気温が低いから、あの、体を冷やしやすいんですよ。はい、だから、これ秋ナス美味しいから嫁に食わすなじゃなくて、はい、嫁の体が心配だから食わせてはいけないよって優しさんのことわざなんです。すごい、やっぱすごいな。すごい。じゃあ次ですね。早くない。だってもう解説ついてんなら大丈夫でしょ。早くない。コウさん、え、僕ですか。なんでか。いや、悩んだんですよ、秋ナスとどっちかなと思って。で、ミカにしたんですよ。いや、3文字だったんで。ミカ。いや、3文字だったんで。ミカにした理由は、やっぱ3文字だったかな。3文字で食べ物って他にあるかなと思って、トマトかみかんかキナスだなと思ってたんだけど、キナス漢字でね、漢字でだと思ってたから、うん、ちょっと惜しかった。ナスの間違いそこまで流暢に喋るんだけど。だって本当にアキナスかみかんかトマトだと思ってたから。アキナスだって書けてるから3人でしょ。えアキナス書いたもん。そう書いたもん。実は3人正解だ。あー、アキナスだって、ごめんね、恐れられたな、申し訳ない。揃える問題じゃねえし。あ、違う、はい、違う違う。じゃあ次行きましょう。亀の甲より〇〇〇。さあ、これはですね、誰に聞きましょうか。あ、これ、ね、完璧に回答してる人がいますね。山田どっぽ。いや、はい、毎回どっぽりよ。どっぽりよ、すごいんだけど。漢字まで。でもね、これちょっと僕はあの問題を作った大人たちに言いたいことが。はい、僕もです、それ。あの問題文、亀の甲より丸々になってる。はい、そこですよね。でもこれ正確には丸々丸なはずです。そうですよね。ただあの亀の甲よりって言われてこれが出てこないのやばい。いや、僕はちなみに言ったんですよ。見てください、
丸ついてるんですよ、1個。うん、なんかね、これ手書きだなって思ったの。ちなみにね、あの、もう振られる前に言っちゃいますけど、あの、丸は足してあるんですけど、あの、答え5文字なんですよ。ナベさんの答え。え、いやでも、いやでもこれ2文字だからな、何々の候補じゃないよなって言ってたら、いや、すいません、間違えましたっていうから、もう真理ですよね、そんなの。どうぞ。膝の候補でしょ、うん、そう、惜しかった。年の候補だなと思ってたんだけど、惜しかった。今ね、右サイドの温度すごかったよ。あれ、ひどい人いた。なんか両隣ひどい、どうしよう。ひなさん聞いてみましょうか。亀の甲よりたわし。亀の子たわしのことを言ってるんだと思ったのよ。全然のやついるじゃん。逆にさ、よくさ、に丸々でたわしっていけたね。その丸々の個数でそんなに答えを探ろうという邪悪な気持ちがなかったのよ。え、邪悪ってこと、うん、やべえ、とんでもねえやついるらしい。 え、でも3文字だったよ。カメノコタワシからたわしなの。そうそうそう、だと思ったのよ。、ね、おばちゃん子なの。いや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 、え、おばあちゃん家にもあるけどさ。いや、これ三角にしてよ、罰でしょ。あれ、あの罰じゃないよ。もう絶対に主張しないで、膝の甲で。いやいやいや、たわしって、ね、謙虚さ足りないよ。もうあいこ黙ってるじゃん。もう、そうだな。もう絶対違う、絶対違うよ。絶対違う。まあそう、こう合ってるしな。3問目、英語ですね。英語で答えなさい。これヒント3つあって、これ英語で書いてますね。 It's a drink, it's a word, it comes from a cup and it's。 これ自信あった。ね、いや俺もめちゃめちゃ自信あったのよ。あいこすごい自信あった。これ、いや私も。じゃあ中田さん、はい、何て書きましたか。ミルクです。ミルク、はい、正解ですね。スペルとかある。言っていいの、みんなにバレる。 MIあ、L、K ですね、はいはい、合ってます。かけるでしょ、ひょって書いたよ。ひなさん、え、ミルクだもん。ミルクだもん、書いたのミルクだもん。スペルル、スペルル、スペルル、 M-I-L-K-E、 E。 ミルケン、惜しい。ミルケン、ママの味です。ママの味です。ミルケン、ミルケン、イエーイ、これミルケン、複数形これ、うん。やべえな、やべえ。わかんないけど、すごいのに。ちなみにね、ミルクに服付けないから。じゃあ、コロさん、この問題の質問を読んでもらっていいですか。英語で答えなさい。答えは牛乳です。問題読んでし。しかもひらがな。なんで丸のカップがあんなに数えてんのに、そういう服読んでないの。大事なところにやみす、ほんとにやみすでしたね。ミルクはね、いけたんだけどね。そうだね。ニアミスだったなぁ、悔しい。せめてカタカナとかで書いてほしいな。いや、牛乳カタカナで書いたらやばくない。牛乳もひらがなで書いてるんですよ。いや、漢字書いたんだけど、間違えたら、あの、バッグされると守りに入り方がやばい。やばいと思ってやる。しかも守りに入った結果、これでいったら。いやぁ、ニアミスだったなぁ、惜しかった。じゃあ次行きましょう。はい。次、地球から最も遠い惑星は、これどこさん行きましょうか。はい、海王星。正解ですね。聞いたことない。海王星。え、長野ではオブザーラなかった。セーラームーンでやったじゃん。やったじゃん。あいつが一番地球から遠いとかやった。ミチルちゃんのやつ。だからやった？やってないけど、前回セーラームーンは全部こう惑星だなってなって勉強した。それは知らないもん。惑星だから全部。惑星だよ全部。今明かされたのそれ。いや、ごめんね、素直じゃなくて。うまい。うわ、さすがミルキー。やめて、その女性のなんかキャバ嬢みたいなやり方やめて。ミルキーミルキーちゃん、いくつなの。やめて、3点1。そんなテナさんの答えは太陽。太陽。ねえ、太陽はちょっと太陽で、太陽とタワシはもうさ、やばくない。あのね、太陽はちょっとわかるな。まず、あのね、わかるよね。一番大事なのは、太陽惑星じゃない。そこなのよ。でもさ、なんか今そこなのよって言った河野さんに聞こう。じゃあ太陽何。え、太陽どこ先生、怖い。どこ先生、やばい、マウント取り返した。何、じゃあ太陽は何なの、河野さん。太陽は夢だよ、みんなの。気持ち悪い。星には3種類あって、恒星っていうのと惑星っていうのと衛星っていうのがある。あ、太陽は恒星だね。太陽恒星、光る、光るやつは恒星。惑星の周りを回ってるのが衛星。だから地球は惑星で、月が衛星。え、衛星、え、衛星って人が作ったものじゃないの。それ人工衛星。すごい、頭良くなったわ。乾杯。さすがミルキーだね。すごいわ、そうなの。でもこの問題の中
で河野さん間違ってないの、はい、間違ってるよ、余裕で余裕。ちょっと待って、じゃあ2人の答え聞こう、ちゃんと。まず傷が深そうな愛子さん。愛子さんはさっき言ってたよ。なんだっけ、太陽。太陽はそうか、傷深かった。治ってる、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 治ってる。ちゃんと惑星書いてるから、こっち土星書いてるから、ちゃんと。いや悩んだ、すっごい。何と何金星なんだよこれ、人生のどこで習ったの。どういう思考回路ですか。自分の回答で笑っちゃってるんですけど。おー、グラマラス。第3位、じゃがじゃん。